こんな好きなのに何か出せない、もろがしすぎる、やしつみは二人きりです、チャンスよくるナチュラルに世間の話しちゃおう、着メロ何がいいとか、軸ではどんな風だとか聞きたいだけ、今日も好きなのに、あんな好きなのにずっと離せない、もどかしている、動画機では最後の言葉、当たり前のちょちょいのちょ話しかけちゃおう、終わりにコンビナーだとかお寿司はエビから、ずっと好きなのに、こんな好きな